日が出るまであと12時間か。もっとたくさん薪が。おお、でけえ！しまった、もう来た。聞くわけねえか。下に潜って腹にしがみつけ。やられたか。暗くて何も見えないが、おおよその位置は掴んでる。急所に当たらなくても毒が入れば。撃つな！俺に当たる！あの人まだやられてない。一か八か撃つ。待て、こっちで何とかする。ぶっ刺してやるから。暴れるな。シメルツェン、デッケン、ミッション、ロッツェン、シェリーセン、ゼイアー。セイバーはどこに。いや、ここはもうあいつの中だ。だから
俺はセイバーの本質に近づいて魔術回路を分け与えれば。傭兵団って聞いたからついてきたのに、やってることはゴロつきの盗賊じゃねえか。俺は剣で成り上がりてえの。とにかくこれ以上こんなことやってられっか。生意気抜けしてんじゃねえぞこのクソガキが。ここまで天下切っておいて無事に出ていけると思ったのか。この野郎。次はてめえが的だ。おい、邪魔だからさ、どいてくれねえかな。てめえ誰に向かって口を切る。てめえふざけるな。楽しみだ。ああ、楽しみだ。これから多くの人が死ぬというのに、俺は何も感じない。あるのはこの魔法の効果を見たいという欲求、そしてナザリックの利益。黒き豊穣への道、リアシブニグラス。どうした、ミンボルだ。素晴らしい魔法でした。まさか、まさか7万人を一瞬で。何かご無礼を。いやいや違う違う、素晴らしい魔法でした、そう言ったな。はい。そんなに警戒しないでくれ。ただ私の魔法はまだ終わっていないぞ。これからが本番なんだ。黒き豊穣の母神への贈り物は子供たちという返礼を持って帰る。可愛らしい子供たちを持ってな。絶望の始まりだ。素晴らしい最高記録だ。